杉浩治杉浩治から1917年12月4日は日本の統計学者、官僚、啓蒙思想家、法学博士、日本近代統計の祖と称される。署名は順道、杉康介の長男として、非全国長崎に生まれる、大村藩の藩医村田通るの書生を経て、1848年に大阪の敵塾に入ったが、病のため同年帰国した。 翌年には、江戸に出て、中津藩江戸藩邸の蘭学校で教えた後、1853年には、勝海舟と知り合い、その塾の塾長から老中、安倍正宏の次効となる。1860年に、江戸幕府の番書調べ書教授手伝いとなり、1864年、この頃、洋書の翻訳に従事している際に、バイエルン王国における、 式字律についての記述に触れたのが統計学と関わるきっかけになったと後年回想している。明治維新後は静岡藩に使え、1869年には駿河国人別庁を実施したが、藩上総部の反対で一部地域での調査と集計を行うにとどまった。明治4年12月24日に大乗館成員聖評価大主記を命じられ、ここで 近代日本初の総合統計書となる日本製表の編成を行う。1873年には民六社の結成に参加している。一方、現在の国勢調査にあたる全国の総人口の現在調査を志し、その調査方法や問題点を把握するために1879年に日本における国勢調査の先駆となる海の国現在人別庁を開国で実施した。 同年の12月31日午後12時現在人を対象として行い、調査人2000人、調査費用は約5760円、そして調査対象となる各国の現在人数は39万7416人という結果を得た。その後は政府で統計行政に携わる一方、統計専門家や統計学者の要請にも力を注いだ。 統計学研究のための組織である表記学者や製表者を設立して更新育成を図る一方、1883年9月には統計員有志と共に協立統計学校を設立し自ら教授長に就任した。しかし、統計学校の統計という訳語がスタティスティックスの本来の意味を表現していないとして、よしとせず自ら漢字を創作して使用した。 1885年12月、統計院大書期間を最後に官職を辞し、以後は民間にあって、統計の普及に努めた。1910年には、国勢調査準備委員会委員となり、統計学者の五文総や、衆議院議員の内藤森蔵らと共に、長年の念願であった、国勢調査の実現のため尽力したが、第1回の国勢調査が行われるのを見ずして、病没した。 去年九十、君二東隅法省、没五十四位を追蔵される。墓所は、東京都豊島区、ソメイレ園内。共存が、出身地である、長崎市の長崎公園内にあり、長崎市統計家が、杉の命日に喧嘩式を毎年行っている。孫は、オリエント学者の杉勇。第八回、徳川賞受賞者の杉仁志は彦。ありがとうございます。